TWICE から JBJ95 まで人気 K-POP アーティストがグアムに大集合。12月にミュージックフェスティバル開催決定。 K-POP コンサートオングアムアジアを中心に世界中で高い人気を誇る K-POP のアーティ5組のコンサート、MBC ミュージック K-POP コンサートオングアムが2018年12月1日土曜日、イパオビーチパークとして知られるガバナージョセフ F. フローレス記念公園内の特設会場で開催される。今回出演するアーティストは、日本でも大人気の TWICE をはじめ、スペイ、RNOVA、JBJ95、エリス、マイティーマウスの全5組。入場は無料だ。入場には、事前にイベント公式サイトで申し込むチケットが必要となる。今回の K-POP イベントの開催に際し、グアム政府観光局局長兼 CEO のジョン・ネイサン・デ・ナイトは、私たちは、この島、の住民や観光客を、世界的にも有名なイパオビーチで開催される今年最大の無料 K-POP 音楽イベントにご招待します。K-POP は、何百万人というファンが好きなアーティストを見るために旅をし、世界のステージを圧巻しています。今回、MBC と提携したことで、TWICE をはじめとするトップアーテ、にグアムに来ていただけたことは、非常に嬉しく思います。今回のイベントは、ホリデーシーズンにチャモロ文化とハファー大精神を称える素晴らしい機会であるとともに、音楽ツーリズムというものが、グアムにとってどんなものをもたらすのかも示してくれます、とコメントした。イベント概要、MBC ミュージック K-POP コンサートオングアム、日時、2018年12月1日、土曜日、午後6時午後9時、午後4時会場、会場、イパオビーチパーク内特設会場、屋外のため風雨等の影響あり、出演予定アーティスト、TWICE、スーパーノヴァ、JBJ95、エリス、マイティーマウス年齢制限、なし、15歳以下は大人の同伴が必要です。入場料、無料、ただし入場にはチケットが必要です。3歳以下はチケット不要、以下の方法で1人1枚チケットを事前に申し込みしてください。チケット入手方法、イベント公式サイト、https://kpop.visitguam.com にアクセスし、必要事項。登録し、お一人様1枚チケットを事前に申し込みの上、プリントアウトもしくは携帯画面で会場にお持ちください。申し込みサイトは英語となります。イベント当日まで申し込み可能ですが、定員1万5000名になり次第締め切りとなります。万が一、同じ氏名とメールアドレスで複数申し込みされていた場合、その登録は無効となります。チケットは転売禁止、現金化もできません。イベント日本語翻訳ページ、http://www.visitguam.jp、スペシャル、K-POP、でも詳細をご確認いただけます。飲食、様々なフードとドリンクの屋台が出店予定、現金のみ、アーティストは、都合により変更の可能性があります。イベントが天候やアーティストの都合によりキャンセルになる場合もあります。関連サイトグアム政府観光局公式 http://www.visitguam.jp